ブランカ一世は、ナバラ王国の女王。ナバラ王カルロス三世とカスティーリア王エンリケ二世の、娘、レオノールの長女。フランス名、ブランシュド・ナバール、イタリア名、ビアンカ・ディ・ナバラ。はじめシチリア王マルティーノ一世と、1402年に、結婚した。二人の間に生まれたマルティーノが養成した後、マルティーノ一世も1409年に死去した。シチリア王位は、 マルティニ一世が、マルティの二世として継承した。10年後の1419年、アラゴン王フェルナンド一世の次男不安と再婚した。フェルナンド一世は、マルティニ一世の甥いで先父の重邸であり、ブランカの母方のいとこであった。1425年に、父が死去した際、男子が、いずれも養成していたため、長女であるブランカが、 ナバラ王位を継承し、夫フアンもナバラ王となった。二人は一難三条を設けた。1441年に、ブランカが死去した後、夫が単独のナバラ王となった。だが、ブランカが遺言で王位を、長男カルロスに譲ると表明したにもかかわらず、フアンが王位を譲らなかったため、不死は対立しない戦が勃発した。フアンは1444年に、 フアなエンリケスト、再婚、1458年に、兄アルフォンソゴセイの王位も継承して、アラゴン王フアン2世となった。ありがとうございます。